アレックス・コペロは、キューバの陸上競技選手、専門は3段跳べ、2009年世界陸上競技選手権大会男子3段、跳べ同メダリストである。身長185センチメートル、体重80キログラム。コペロは2006年7月に、コロンビア・カルタ・ヘナで行われた、中央アメリカ・カリブ海競技大会で、銀メダルを獲得。 2008年7月にコロンビアカリで行われた中央アメリカカリブ海陸上競技選手権大会では銅メダルを獲得した。コペロは同年8月の北京オリンピックにキューバ代表として出場17メートル0球を記録して予選 A 組8位となった。2009年7月に母国キューバのハバナで行われた中央アメリカカカリブ海陸上競技選手権大会で コペロは17立方メートル3の大会新記録を樹立して優勝した。コペロは同年8月の2009年世界陸上競技選手権大会で17立方メートル6を記録、フィリップ水道、ネルソン・エボラに次ぐ3位に入り銅メダルを獲得した。2010年、コペロは IAF ダイヤモンドリーグを転戦。 ドーハでは17メートル47を記録して優勝を飾った他上位を賑わせた。同年9月の IAAF コンチネンタルカップでは17平方メートル5を記録してマリアンオプレアに次ぐ2位に入った。ありがとうございます。